第32回必殺技ラリーバード体預けながらジャンプシュートについて本日は見ていきます。はい。で、体預けることで相手ディフェンダーが飛べないんですね。ですのでその上からシュート。でもスリーポイントライン付近からこれをやるのは難しいです。はい、では私もやっていきます。フェイクしていきなりジャンプして体預けてシュートですね。こんな感じで打っていきます。いきなり飛ぶことによって相手は飛べません。そして体を預けることによって相手のジャンプは封印することができます。はい、こんな感じでやっていきましょう。ゴール下付近でよく やったりします。